はい、こんにちは。今日はこのカタツムリと、そして明日天気になあれのてるてる坊主を描いてみたいと思います。では普通の画仙紙の方にカタツムリをいきます。はい、外からいったらいいのかな、中から行ったらいいのかな。まあ書きいい方からこのくるくるくると、そしてちょっと仕切ってきましょうね。そしたらここからにゅーっと頭が出るんです。ちょっとおデブちゃんになったかな。ちょっとお目目があって、さあ葉っぱの、何の葉っぱの上にいるんでしょうか。ね、カタツムリはね、右の方にしか進まないっていうのを知ってた。私も驚きましたね。右の方へ向いてるんですよ、体が。あ、尻尾描いていきましょう。尻尾も描いて、これでいいです。さあこれに色をつけていきます。そう、胴体は黄土色を薄くでいいですね。そして本当はこの殻もね、茶色なんですけどね、ちょっと茶色じゃさあまり可愛くないからね、好きな色をこういろいろ入れてみましょう。こんなして、こんなカタツムリがいたらね、可愛いんですけどね、とっても我が家の庭にもねいっぱいいます。でもちっちゃいのだったら触れるんですけどね、大きいのはちょっと気持ち悪いですね。はい、こんな風に彩りを取ってやりました。おしゃれなカタツムリですね。あとは葉っぱは青草とちょっと本藍で、そう、この葉脈の中を塗る、中を若葉色も入れましょうかね。カタツムリはいいんだけどね、今すっごい虫がね、葉っぱについててね、今日もねなんかすごい虫がいたのでね、ちょっと庭師さんに来ていただいてね、殺虫剤をね撒いてもらったところなんですよ。なんか見ただけで痒くなりそうでね。はい、じゃあここに字を書いていきましょう。今日はどこへお出かけですか、お出かけですかにしようか。お出かけですか、クレッション。はいはい、もうできてしまいましたよ。はい、こんな風になりました。かわいい綺麗なカタツムリになりました。さあ次はですね、これはね、ちょっと画用紙のようなね、ちょっとザラザラっとした紙に書きますね。はい、お筆でいこうかな。まずスーッと出して、このお顔はね横広がりのね楕円形、目は半分より下、お口、そしてお手手をこう祈ってるよ、こんな感じ。そしてここにもちょっとお友達がぶら下がってます。はい、3人ぐらいにしようかね。雨もね必要なんですけどね、毎日毎日の雨は嫌ですね。もういいって、もういらないっていう感じになってしまいます。はい、これもぶら下げときましょう。そしてこれは色を塗る前に字を書いていきましょう。はい、明日天気になれ、うん、もう雨はもういりませんなんてね書いていきます。そして今これ濡れていますので、先ほど描いといたものに色をつけていきます。
はい、ではここはほっぺは、うん、ピンクにしようか。紅梅、紅梅でほっぺをくるくる、ここもくる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 、こんな感じにしますね。そしてまあ雨のようなアサギ、アサギですね、ここをさーっと塗ります。こっちは何色にしようか、若葉色にしましょうか。さーっと、はい、できちゃいましたね。ごめんなさい、早すぎちゃったかしら。はい、こんな風に書いて梅雨時にのお手紙どうでしょうか。はい、また来月ね。いつも早すぎてすみません。